塩分の摂取量が多いことが課題となっている県民の健康を考えた減塩メニューが県庁食堂で提供されていますこちらが山形の郷土料理納豆汁をアレンジしたピリ辛納豆豚汁県立米沢栄養大学の学生が考案し食品メーカー味の素が監修したもので通常のものより 塩分を6割カットした和風だしの素を使用しています県民の食塩摂取量は全国に比べて多く7年前の調査では女性は全国で多い方から3番目となっています去年県が行った調査では1日の摂取摂取量が男性女性ともに県が設定した目標の1.5倍ほどになっています 一方で野菜は目標より70グラムほど不足しているということです。今回のメニューは一杯で野菜を72グラム取ることができます。減塩っていう感じであの食べてたんじゃなくて普通にあの美味しく美味しくいただきました。普段は全然そんな気にせずに食べてしまっているので、まあこういう時にあのまあ健康に気をつけて食べられるのはいいなと思います。 この減塩メニューは、今月20日まで、県庁食堂の日替わり定食の汁物として提供されています。